競馬場に来ることができないファンの皆さんのためにその熱をお届けしたい、年に一度の宝塚記念特別のファンファーレを生演奏でお楽しみいただきました。さあ安藤さん、はい、あとは展開がどうなるかですね、はい、そうですね、この7枠のね、はい、3頭が行くと思うんですけど、ダンビュライト、奇跡、スティフェリオ、はい、うん、奇跡がね、やっぱ普通にスタート来てれば、豊川君は花を行くんじゃないかなって気はしますけどね、高橋さん、あと注目のサートルナーリア、はい、ラッキーライラク、クロノジェネス、どんな位置取りを見せるでしょうか。そうですね、あのババもちょっとね、まあ、ややもまで悪くなりましたんで、すごくあのポジショニングですとか仕掛けどころとか、はい、うん、まあ、ジョッキーはすごく悩むところだと思いますけども、はい、まず道中は真面目のリズムを作ってね、うん、まあ、しっかり力を出し切ることを、まあ、各ジョッキー考えていると思いますね、ファンの皆さんの夢を背負った18頭です。今少しアフリカンゴールド少し枠入りを嫌っています。芝はやや重、3時前に豪雨となりました。果たしてどんな影響を及ぼしていくでしょうか。この馬も G1 馬ペルシアンナイトが収まります。最後のゲートインがこの春のグランプリでグランプリホース、さあ夢の一歩、宝塚記念です。飛び出しました。サートルナーリア好スタートを切りました。奇跡はまずまずのスタートですが前にはいけません。先行争いです。サートゥーナーリア、そこからスーッと出てきたのが当選スーリア、当選スーリアが先頭に立つ。さあワグネリアンが2番手で続いていった。外からラッキーライラック、早くも後位ポジション。ラッキーライラックは3番手、それからダンビュライトが続いています。その後ろにピンク色の帽子クロノジェネシスが続きました。そして後方グループにかけては14番の奇跡、後方からの展開になります。さあ正面スタンド前1コーナーに向かっての先行争い、当選スーリア、それからワグネリアンが前目につけました。サートゥルナーリアはこの位置、赤い帽子、5番は内々レースを進めようとしています。さあファンの皆さんの夢18頭散らばりました。先頭から見ていきましょう。先頭に立ったのは当選スーリアで1馬身のリードを取ります。2番手にワグネリアン、福永雄一、内から2番のペルシアンナイトが続いています。その横にはダンビュライトがいて、そしてここにいた11番のラッキーライラック、後位ポジション。内から4番のアフリカンゴールドがいて、外からブラストワンピース、その後ろにスティフェリオです。外からじんわりクロノジェネス、折り合いが果たしてどうか。北村雄一なだめています。その内につけましたサートゥルナーリアはちょうど中段、真ん中にはレッドジェニアルが続いています。外からじんわりと奇跡が上がっていった。間からはモズベッロです。そして後方グループにかけて3番のグローリーベイズがいました。内を通って9番のアドマイアルバがいて、当選カンビギナがいて、外からは名将天元、後方から17番カデナ、しんがりの追走。 3,4 コーナー中間に向かってきます。依然として当選スーリア、横山和夫の逃げ、ああここで動いてきた、ここで動いてきたクロノジェネシス、さらにはラッキーライラック、ここでラッキーライラック、一気に先頭に立つ。現役最強への思いを乗せてラッキーライラック、そして外からクロノジェネシス、乗り越えられるかこの大阪杯の2頭ですが、クロノジェネシスが外、ラッキーライラック内、そして外の方からサートゥルナーリア、おっとサートゥルナーリア中段に下がった。サートゥルナーリアピンチだ。サートゥルナーリア沈むのか。ここで先頭はクロノジェネシスに変わった、クロノジェネシスに変わった。2馬身3馬身突き放していく。そして2番手には奇跡、離した離した離した、独走状態。まさに今日春のグランプリは独走だ。人馬の絆が一つになった独走クロノジェネシス、そして2着に奇跡、サートゥルナーリアは沈みました。ラッキーライラックを乗り越えてクロノジェネシス、心は一つ、現役最強への道はこの馬が作ります。クロノジェネシス、とんでもない勝ち方でした。見事宝塚記念を制しましたクロノジェネシス北村雄一ジョッキーです。驚きの強さでした。いや本当に強かったです、はい。今日はレースの直前雨も降った中で、北村ジョッキーとしてはどんなレースを思い描いて騎乗だったんでしょうか。いやもうそこはもう馬場とか周りの馬とか気にせず、あの本当自分の馬だけ信じて乗れればいいとそれだけ思ってました。道中はいつもの通り前向きな目を見せるところもあったかもしれませんが、うまく落ち着かせていましたが、そのあたりどんなイメージだったんですか。そうですね、スタートしてからの、まあ、スタートが決まったのがすごくあの大きいと思いましたし、まあ、その中であの折り合える位置でリズムよく運べていたので、終始手応えよくリズムよく回ってこれたと思います。そして一気にレースが動き始めた、まあ、3,4 コーナー中間点あたりから前が激しくなりましたが、あのあたりのゴーサインのタイミングというのは、
ゴーサイン出したというよりかは本当に馬が強くて自然に上がっていってしまったという感じです。はい、ところが直線では本当に圧巻の走りだったと思うんですが、いや本当に手応えが本当に十分でしたし、まあ、いつもこの馬に乗らせていただいているのでこの手応えでこの直線で回ってきたら絶対に伸びてくれると思ってましたし、馬がその期待に応えてくれたと思います。北村ジョッキー、この馬とずっとコンビを組む中で4歳、またさらに成長したなという手応えもあるかと思うんですが、やっぱり、まあ、体重が示す通りプラス10キロということで、体もすごくパワフルになりましたし、まあ、その上で太め感もなくうまく調整してもらっていい状態だったと思います。秋もまた牝馬の強いライバルとの戦いも楽しみですし、ファンの夢を乗せて走った宝塚記念、ファンへ向けて、一言お願いします。本当にたくさんの支持をいただいて結果を出すことができて本当に良かったと思っています。まあ、嬉しい、本当に嬉しいの一言ですし、感謝その言葉に尽きると思います。まあ、僕もそうですけど本当に今日はクロノジェネシスに本当にみんなフォーカスを当てて褒めてあげてほしいなと思います。ありがとうございます。見事宝塚記念制しました北村雄一ジョッキーでした。ありがとうございました。